はい、チューリッヒです、今回は第14回です。早いですね、もう14回まで来てしまいました。数列と規則性ということで、お、計算じゃないなって思った方いると思います。違います、計算の一種です。じゃあちょっとね、今日はいろいろ例を挙げながら進めていこうかなと思うので、早速、このね紙面を見てほしいんですけれども、数列ね、もう学習が進んでいる方は当然分かっていると思います。数列って何なのね、数が並んでいるものだよね、そう思う人もいると思うけど、うん、それだとまあ説明としては不十分かなと。必ず何か、例えばね、数が並んでるって言ったらよくさ、みんな結構例に挙げるかな、こういうふうに。で、たくさん数が並ぶって言ってイメージするって言ったら、まあ円周率かなって。これをね、こう、ね、並んでるよと。もうどこまで書くんだってツッコミがねここで入るんだけど、いつもね授業だと。で、まあこれね、別にこんなの覚えてるかどうかなんていうことじゃなくて、まあよく見てほしいんだ。数が並んでいるよね、確かにね。でも何か規則を見つけられるかって言ったら全くないと思うんだ。これ3141592653589793234624386243387950285028ってずっと続いていくんだけど、何にもないよね。で、これは数列とは言わないんだよっていうことを一つ覚えておいてください。じゃあ、だって無理でしょ。これでさあ、何番目の数は何でしょうって言ったらもう勘になるよね、知らなかったら。あの出し方を知らない限りっていうか、まあ円周率出せる小学生なんてそんなにいないと思うので、なのでこれは数列とはちょっと違うんだよっていうことをまず意識してください。これあのね、ランダムに並んでいるんだっていう数ではないんだっていうことです。そして今日ね、もうポイントとして挙げておいたんですが、これもう見ていこうね。見ていくのが一番早いです。例題だね。例題だから括弧かな。例題の括弧1ということで、実際に体感するのが一番早い、数列は。こうあるね。はい、数が並んでいます。数列と言っている以上、必ず何か並び方に規則があるんだっていうふうに思ってください。で、この1番ね、一番単純なものです。1と5、5と9、規則を探すときに、基本的にどのぐらい増えてるかなってって思うことが多いと思った。じゃあ増えるということは足し算、さあいくつずつ増えてるかなっていうとね、っていうふうに4ずつ増えているよっていうことがわかると思います。これが、ポイントの1にある等差数列。あれ、足し算って和じゃないのね。そうじゃないんだよね。はい、隣り合う数、よく見てね。これこうなんて言ったりするんだけど、まあその用語はまだいいです。隣り合う数の差だよね。5-1=4 9-5=4 13-9=4と、その差が等しい数列ということで等差数列と言います。じゃあ答えは当然 21+4 で25と、そして 25+4 確認しておくとなるなということです。で、今日はここまででいいです。今後これがずっと続いていった時に、じゃあ100番目はとかっていうのも次回とか、その次かなあたりでやろうかなと思ってるんだけど、今日はいいです。この規則ね、あ、なるほど、等差数列ってこういうものか、そこまでにしておきましょう。じゃあ次です。で、これ計算
だよね。さあどんな風に数増えてるかなって考えて簡単な計算で答えが出るよ。これが数列です、ね、じゃあ次2番目、これも問題見ましょう。2、4、8、16、32、四角128。ほう、なるほど、数がやっぱり増えていってます。うん、まず基本はさあどのぐらい増えてるか、当然、うん、なるほどなと。待てよと、でもなんか増え方がちょっと多いな、一定じゃないな、ここ見てほしいな。32で次の数、そこから128となってます。うん、なんか足し算だとちょっと数が大きくなりすぎてないかなっていうふうに見ていくと、数を増やすって言ったらさ、他の増やし方あるよね。2と4だから2倍ですよ、4と8だから2倍ですよ。お、ここまで大丈夫だな。じゃあ次、もし2倍だとしたら、64だな。じゃあ次2倍したら128、あ、なるなと。はい、これも基本的な数列の一つです。ポイントの2ですね。1が等差数列、2番目はこの隣り合う数の、見ていくと2倍2倍2倍とね、何倍かっていうのが等しくなってる。これを等比数列、まあでも用語はいいかな、用語はそんなに出ません、等比数列というんだけど、あ、なるほどと、同じ数ずつ倍になってってるなと、これが等比数列。いいよね、この辺は分かりやすいと思うな、パズルだと思ってくださいね。で次です。今度はちょっと難しいよ。3番、ここまでは大丈夫だよね、もう十分体感したよね。じゃあ次です。11、18、四角、38となっていますと。さあどうでしょうか、いくつずつ増えてるかなっていうのを見ていくと、1、3、じゃあ足すは省略しようかな、どれだけ増えてるかっていうことです。3、5、7、変わらないな。でもここ一応見ていこう、いくつ増えてるかな。20増えてます。あれ、でも増え方が一定じゃないな。でもさ、この数の並びがもう規則持ってるよね。1、3、5、7ってきたら次は当然9、11ってなりそうだな。はい、そうなんです。これを階差数列と言います。まあこの用語はやっぱりいらないんだけど、どういうことかっていうと、最初の数列があるよね。でその数がどういうふうに変化してるかな、差はいくつかなって見るのが基本だよね。それを見た時に、お、またなんか新たな数列ができたよ、また規則を持った数の列ができたよ、これを階差数列っていうの。で小学生のうちはこれが基本ね。1と3を見た時に、あ、新しい数列を見たときに、あ、2増えてるな、色変えた方が分かるかな、2増えてるな、次も2増えてる、2増えてる、お、ほら、こういう新たにできた数列がまた等差数列になってるよねっていうのが、まあ、階差数列っていうのが基本なんだけど、いいんだよ、今のうちはここの答えが出れば問題ないので、あ、1、3、5、7、9、11っていうふうに数が増えていってるな、じゃあ答えは9を足して27だなと、これで十分なんですね。
でその先の話は数学に行ってから楽しんでくださいね。もちろん理解できる人はやっていいんだけどね。でもいいよね、これでパズルとして答えが出ますよと。で次です。今度はこれは規則性の問題でよく出るかな、数列というよりは。問題合ってるね。4番はこんな数です。1、2、3、2、3、四角3、4、5合ってるね。はい、これはうん、まず数見たときにいくつずつ増えてるかなって見るの基本だよね。あ、でも減ってるなと。で、またなんか増えてるけど、あれおかしいな、また同じ数出てるな。はい、こういうときはあ、この数の並びをいくつかのグループに分けられないかなって考えてみるといいでしょう。ね、もういいんだよ。最初はそうだよね。どれだけ増えてるかなって見るんだけど、あれ増えてまた減ってるから、あ、じゃあ違うなこれと。じゃあどういうグループにするといいかなっていうと、増え続けたところで一回切ってみようか。2、3まだ増えてるし、ここいくつか分かんないけど、あれ、じゃあ一旦切っておいて3、4、5を。なるほどと。数を3つに分けたときに、こんな風になってるなと。これで十分だよね。あ、なるほど、数を3つずつのグループにすることができる、まあ、これ勝手にチューリヒが呼んでるんだけど、グループ数列なんだなということで、1、2、3ときたら2、3、4、これでもう十分です。今のうちはね、ここまでで、まず基本の数列いいかな。で最後です。これが、まあ、はっきり言って名前を覚えてくださいなんてことは言いませんが、これね、よく出るんです。あの、なぜか自然界にも多く存在する数なんだけど、まあ不思議なことっていっぱいあるよね。さあ、これはね、中学受験をするからには覚えておきましょう。で、基本の考え方として、あ、数が増えてる、いや増えてないなと。じゃあどうしようかな、グループで切れるかなっていうと、なんか見えてこないなっていう時は、前の数を利用して次の数を作れないかなって見ていってほしいんだ。増えてもいない、グループにもできない、まあ増えてはいるんだけど、そうじゃないところもあるし、なんか増え方も一定じゃないし、どうしようかなっていう時は、前の数を利用して次の数作れないかなって見ていくと、よく見てほしいな。1たす1は2だなと、1たす2は3だなと、3たす5は8だな、5たす8は13、13たす21はいくつか。じゃあこの考え方っていうのを理解してほしいな。前の数を利用して次の数を作っていくっていうことは、ここも一緒だよね。8たす13は21。じゃあ今まで全部そうなってるんだったら、これもそうじゃないかな。13たす21で34なんじゃないかな。で実際にやってみよう。21たす34、お、55になるなということで、前の2つの数を足したら次の数になる。これはね、大原でもみんな教えてるからいいでしょう。公立中高一貫校を狙う人もこれはやっておきます。なぜかっていうと、自然界と結びついた問題なんかも出してくるし、花びらの数とかねっていうのも出してくると思うし、あの、規則的に並んでいる数っていうのはやっぱり問題にしやすいんだよね。なので、まあ別にこの名前が出ることは絶対にないと思うんだけど、これまああれだよ、ボナッチさんの息子っていう意味です。よくあの、日本ってあんまないけど、海外だと、まあこれはイタリアだよね。あとはまあアメリカだと、ほらこれみんな知ってるやつ、
これだってこれもドナルドさんの息子っていう意味です。でこういう名前の付け方もあるんだなみたいな、うん、そういう知識のなんていうの広がりっていうのが割と効率っぽかったりするけど、別にこんなの必要ないよね。ただ前の2つの数利用して次になるんだなっていうのも押さえてほしいし、先に言っておこうかな、問題に特殊な数列が出てきますと言ってます。丸5が余暇数列、これもフィボナッチと似た考えです。で6番はトリボナッチとあるんだけど、これはフィボナッチをトリプルバージョンにしましたよっていう意味です。トリプルってわかるよね、みんなほらアイスとか頼むと青いアイス頼むんだけど、まあ、こんな感じでこれトリプルだよね。なので3つの数を利用して次の数ができないかなっていうのがトリボナッチ。まあそのぐらい知っとけばいいでしょうということで、とりあえず例題はここまででいいんじゃないかなと。でこれ以上ね難しいことっていうのは数学で勉強した方がいいでしょう。じゃあ例題はここまでにします。